ザイオンどうだったり。いや、アウトドア大好きな僕にとってはとても最高な場所でした。決められたようなセリフ。広かったでしょ、めっちゃ。めちゃめちゃ広かったですね。そうだよね。絶対写真じゃ伝わらない。伝わらないですね。いっぱい撮ってきた写真。いっぱい撮ってきました。で、今回この動画は何で撮ってきたんだっけ。 GoPro で撮ってきました。 GoPro で、はい。どんぐらいの時間登ったの。2時間から3時間ぐらい登り、片道で。あ、そのまま登ったの、はい。見どころはどこでしょうか。普段は絶対体験できないような、大自然の中を歩いている様子を疑似体験できるので、うん、皆さんもぜひ自分が行ったような気持ちになって見てほしいと思います。あれ、川をね、はい、逆流登ってるところなんかは特に、はい、もう水圧が半端ないので半端ない。足が動かないんですけど。あれわざとじゃなかった。わざとじゃないです。本気の。持ってかれます。あ、そうなんだ。はい。あそこはどれぐらいの距離や。何分ぐらいの。あれは 2,3 時間ですね。え、あそこの川が。川が、はい。あ、奥もずっと続いてるので、うん、山全体は。山全体は往復5時間ぐらいです。あ、そんなに行ってたんだ。はい。標高ってどれぐらいあるの。登ったところ。ごめん、余計なこと聞いた。せ、それはもう皆さん調べていただいてね。あ、はい、そうです ね、 ね、それはもうザイオンのね、はい、ネットでググっていただければ。ググっていただいて。いいんじゃないかなと。はい。じゃあ、あとは、お店にね、来ていただいた方に。はい。ヒストリーコーナーもあるので、そうだ、ぜひ、現地の様子を味わっていただきたいと思います。お土産も買えますし。はい。そうですね。ここでしか買えないお土産です。じゃあ、リッキー、最後に。視聴者の皆さんに一言お願いします。はい。この動画を見てチャムスの生まれ故郷である、ユタの空気を少しでも皆さんに感じてもらえたらとても嬉しいです。